はい、ステージ21さん見ていきます。はい、新しい車がありそうですよ。ミリミリランド、なんか見たことないのが出てきましたね。タウンエースですね、はい、そうですね、タウンエーストラックの母体の車両になっているものですね。面白い。でお値段が391万円ですね。リゾートデュオバンビーのファミリア LA というねバージョンです。はい、特徴は驚きの350万円で買えるタウンエースキャブコンで安いし、しかもね、あのステージ21さんのことなのできっとね、いろんなものがついているはずです、はい、かなり期待がすごい、最短納車チャレンジこれはマジでやばい、すごいな、これいいね、面白いですね、キャッチコピーもいいですね、素晴らしい、はい、そしてオーニングも今バーって展開してます。はい、でバンクベッド出てますね。はい、はい、ルート66とかね、かっこよく書いてあります。これ後ろから乗車するタイプなのかもしれないです。邪魔します。あ、すごい、いいですか、いいっすね、後ろはね出入り口になってるんですよ。でサイドは、あ、やっぱりこういう感じの、はい、トラックっぽい感じで仮装してありますね。これ脱着はしないんですね、きっとずっと乗ってる感じの。これがもう完成形じゃないですか。完成形ですよね。あ、ここにね、軽キャブコンの予算でタウンエースキャブコンに手が届く8ナンバー6人乗車4人出身の 4WD 設定ありということで、伝送品いろいろね載ってますよ。やっぱついてますね、はい、標準装備がすごい。そう、ソファーベッド、バンクベッド、引き出しテーブルで、シンク、そしてそうですね、ロングキッチンカウンターとか、アルミ折りたたみステップ、エントランスドアとかいろいろついております。でオプション付けたかったらこんなのありますせと、うん、はい、バッテリーのね増設とかね、電子レンジとかいろいろ載ってあります。じゃあ早速見てみましょう。乗り出し350万ってすごいですね。はい、ではなんか拝見していきます。あ、茶色ですごい落ち着く感じですね。あ、広いね。広いです。奥行きがめちゃくちゃあります。奥行きあるね、長い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 です。奥まですごい遠いで、ここがウォークスルーのスペースになってます。ウォークスルーもできちゃう、へー、そうなんだ。でこちら標準装備のバンクベッド、うん、ここまで出てきて、寝れるようになるんですね。これ今ついてないですね。あ、そうですね、ついてないですね。ですごいシンクがねべらぼうに大きいあ、なかなかこのサイズのシンクはね見ないですよ。ちょっとした家庭のシンクぐらいの、そうだ、ね、はい、大きさがあって素晴らしいですね、うん、でここを、あ、テーブルが出てくるんだ。すごい、スライドテーブルじゃないですか。楽しいな。ちょっとすごい素敵ですよ。これも下田社長考えたのかな。はい、あ、こんな感じで両方出すとかなり広いテーブル、ね、そうですね、一人一個ずつテーブル、あー、そうだね、一人一個ずつ使えるね、うん、使えますね。でここもね、そのロングキッチンテーブルって書いてあったけど確かに長いです。こちらが冷蔵庫、そしてこちらが電子レンジ。あ、でね、今ねちゃんと立つとやっぱり頭ぶつかりますね。165センチの私でも、はい、完全に頭ぶつかってしまうので、ちょっと膝曲げてあげるとちょうどいい感じになります。こちら開けてみます。はい、こんな感じでね、収納のスペースが2つついております。はい、で反対側はこちら靴入れ下駄箱になっております。いやー、いいですね。これ標準装備の電、はい、明かりライトですね。ここにね、いろいろ特徴が書いてあります。8ナンバーで6人乗車で就寝定員が4人、4駆の設定もあります。あ、ゆうきさんすごい、ここあ、そこもここ開きますよ。
はい。え、っていうことはもしかしてここも開いちゃうの？あ、すごいすごい、開いちゃいますね。収納になってる。収納になってますね。だからここの奥行き分すっかり収納になってます。すごい。あ、でちゃんとこれゆっくりダンパーで閉まっていくんですね。そう、かっこいい。いいですね。はい。え、じゃあこの下もさ収納になってるんだよ。あ、ほら広い。すごい広い。やばい。これはでちゃんと今シートベルトがあったので、はい、シートベルトもあるということは乗車定員が取れてるということですね。すごい。そしてそしてこちらも開けるとなんと、あ、本当だ。ここもですね、深いよね。深くて大きな、まるまるこの下が収納になっておりました。へえ。あ、もう収納ですね。ここもちょうど今なんか入っております。うーん、はあ、すごい。でウォークスルーもできると。運転席、助手席までできる、はい、これどかしてあげるとよいしょ、こういう感じで。すごいね。長物も入るよね。ここ長物もズドンって入りますし、もしかしてここ、あ、ここも開くじゃないですか。はい、奥にですね、あるの見えますか。はい、タンクがあって、あとはまたこちらが収納にできますね。しかもダンパー式でこう勝手に閉まる。すごい。へえ。でちゃんとベッドにもなると、うん、あ、めちゃめちゃ考えられてる。ベッド展開してみます。ベッド展開ね、教わらなくてもできますよ。この背もたれになってたやつを、簡単ですね。ここにこうはめ込んであげればいいんですよ、きっと。さすが、なんて分かりやすい、この初心者に分かりやすい作りがいいですね。でもうこれでベッド完了ですよ。ここにまあ大人、ちょっと2人はきついかな。ちょっと寝てもらっていいですか。はい、いいですか。顔前でいいですか。はい、こんな感じで、あ、めっちゃここのね、はい、こんな感じで余裕があります。すごい。あ、でも女性2人だったら全然寝れますね。そうだね、うん、はい、足上げてもほらめっちゃ伸ばせる。伸ばせるすごい広いわ。なんならこうちょっとね、腹筋とかできるぐらいの余裕がありますね。へえ。で上にもまたね、寝る場所があります。すごい。みるみるランド、今ステージ21さんのところにやってきました。そしてね、下田社長にこの新しい新車を、はい、教えてください。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。もう下田社長の、ね、なんか変わってるでしょ。そう、さっきね、お客さんがね、はい、キッチンカーって言ってきました。あ、なるほど見えちゃうよね。ちょっと可愛いからっぽい。そうですか、うん、そういう感じも。ちょっとね、実はショックだったんだけど。あ、すいませ ん, い, ませんいや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 、まあ、でもそういう見方もあるかなと。親しみやすい感じがします、はい、このルート66とか。そうですね、あのね、コンセプトはアメリカンヴィンテージなんです。アメリカンヴィンテージ、はい、ですからちょっと昔アメリカで走ってたような感じのキャンピングカーにしてるんですね。そうなんですね。ですからこれ、うん、ほら、あのここにさ、はいはい、LA ってあるでしょ。そう、 LA って入ってました。ロサンゼルスなんです。あ、その LA なんですね。その LA を撮ってるんですよ。すごい、アメリカンだよってことです ね。 そうですね。ちょっと今までのこのキャンピングカーの業界に、はい、こんなのないんで、やっぱり楽しく乗りたいじゃないですか、うん、思いっきり楽しい車を作ってみよう。なおかつ、うん、皆さんが買えるように。ちょっとあっち行っていいですか。あ、あっち、びっくりしました。びっくりしょ。衝撃のこれですよ。これこれはマジでやばい。これはマジでやばい。はい、はあ、そうなんです。いや、でも、ね、しかも350万円、うん、税込みですか。税込みです。乗り出しですか。はい、あ、乗り出しはもちろんあの登録とかかかるけどね。あ、登録とかかかってくるので、はいはい、車代がね、でもこの母体の車両が、はい、はい、だいたい、K ベースの普通ナンバーのキャブコンってあるでしょ、はい、あれがね350ぐらいなんです。あー、確かに税込み税別でね。で、はい、一番最初これを開発するときに、はい、もう350万で売るっていうのが頭に決めてさ、あ、
開発そっちから来ているんですね。そうなんです、値段から入ってるんです、ね、値段から入ってるんです。だけど使うのはタウンエースだぞと、はい、そうなんです、車両は高いぞと、グレードアップだぞみたいな。そうですね、そうなんですね。すごい、でいろいろ試行錯誤しながら作って、はい、これが出来上がったのね、うん、だから逆に言うとね、はい、うちの会社ってもういろんなものをすべてそうだってついてるでしょ。ついてます。標準で、ね、はい。つけられなかったの。あ、もうそこそこ。350万ありきだったんで。そうですね。だから必要最低限はついてるんだけど、他はねオプションでごめんなさいしちゃってるんですよ。ああ、でもそれはそれであのコンセプトが350っていうのがあったからですよね。そうなんです。そうなんです。それが400だったらもしかしたら全部ついてたかもしれないじゃないですか。でも350でいらないものを後で自分で工夫してつけるよっていう方もいると思うので、うん、はい、この値段からスタートできるっていうのが嬉しいですね。そうですね。でもう一つはね、なんで350万で売れるようになったかっていうのはね、はい、これを組み立てる時間がものすごく短縮できるように作ったんです。だからこの最短納車チャレンジになってるんですね。あのね、実はタウンエース今をトヨタにオーダーするとね、はい、5ヶ月間です、うち来るまで、プラス1ヶ月、はい、6ヶ月で納車しようとしてます、はい、じゃあトヨタは5ヶ月かかります、はいはい、で、ステージ21さんでは1ヶ月だけで制作してしまおうと、はい、いうことですか。ううです、はい、大丈夫なんですか。全然大丈夫、シミュレーションしました。シミュレーションして、はい、大丈夫です。おちゃんとラインも開けて。そうですね、すごいですね、そうすると今うちのこういうタイプの車って1ヶ月半、はい、あ、ごめんなさい、1年6ヶ月か1年6ヶ月待っていただくような形なんで、ね、1年半なんですよね。そうですね。そうするとね、まあ、お客さんによっちゃ俺死んじゃうよっていう人いるぐらい長すぎるのね首がキリンになっちゃう。そんとそうです。だけどこれがもし6ヶ月だったら待ってもらえるじゃないですか、はい、しかも350万ですからね。そうなんです。で、はい、6ヶ月、はい、しかもアメリカンヴィンテージ。ああ、いいです。もうね、中がもうすごい気になってるので。あ、そうですか。でこれまあ、はい、プロトタイプなんでね、はい、最終的な販売モデルっていうのは多分もうすぐできると思いますから。あ、そうなんですね、はい、そしたらまた取材してくださいね。あ、もちろんさせてください。はい、あの中もっと綺麗に女性向きに作る予定なんで、うんうん、あ、嬉しいです。はい、あのね、ものすごいシンプルに作りました。はい、はい、うち得意な横座りのね、うんうん、横座りですね、はい、ベンチがね、うんうん、でそこで乗車席4名取ってますから。あ、やっぱりそうなんですね。そうなんです。あのさっき見た時に、はい、この下を開けたら、はい、開いたんですよ。そうなんです。でそこにちゃんとシートベルトが入ってたので、乗車手に取れてるんじゃないみたいな話をしてたところなんですよ。そうなんです ね、 ね、それでね、面白いのはこれをここにポンポンポンと置くだけですぐベッドになっちゃいます。そう、教えてもらわなくても、はい、簡単にベッド展開ができたのが感動しました。うん、そうですよね。うん、それともう一つね、はい、お客さんから言われたんですけど、はい、これテーブルなのね。そうそうそう、2個スライドしたら、ね、でここに座るとするでしょ、はいはい、でこれここに持ってくるでしょ、はい、3人でさ囲えちゃうの。それは気づかなかった。実はね、構想に入ってなかったんだけど、でもお客さんすごいですね。お客さんから言われて初めて分かった。すごい、お客さん。いいよね、これね。いい、いい。こうやってお酒飲めるじゃん、3人で。ねえ、飲める。すごいですね。なんですよね。おー。で、この車の電源がね、はい、あのポータブルバッテリーを電源にして、そうなんですね、これ標準装備になってるんです。そこで必要な電気は供給できるようにしてますから。あとお客さんによってもっと電気使いたいとかいうのは、ポータブルバッテリーの容量をもっと大きく大きくしていけばできるんでね、はい、その辺はもうお客さんにお任せして。そういうことです。あと私がすごい、はい、お料理好きなんですけど、はいはいはい、気になったのが、はい、このクラスのシンクが、はい、あのついてるっていうのを初めて見たんですよ。大きすぎるよねこれね。大きいけど、うん、すごい嬉しい。本当でも大きすぎますね。多分ね、販売モデルはもっとコンパクトになっちゃう。ちょっとちっちゃくなる。あ、はい、そうなんですね、はい、コンパクトになってもっとおしゃれになっちゃうと思います。あ、いいですね、はい、それはまた楽しみです。これはこれで ね、使い勝手が良さそうだなと思ってました。 で、 ね、でこれいいでしょ。すごいいいです。一枚物の長いキッチンカウンター、うんうん、ね、これすごい気に入ってるの。そう、ここがあるおかげで、うん、いろんなものを食材とか乗っけながらできますし、はい、でお料理した時これ開けてやると、うん、物を置けるじゃない。そう、すごい。この辺いいよね。ここで立ってやります、うん、ここをやっておきます、はいはい、そしたらこう作ったものはいって言って、でまたここに作って、そうなんです、そうなんです。でまたちょっとじゃあ食べようかって言って、はい、ですよね、いいですよね、いいですよね、本当ね、楽しい、うん、
ね、自分で作ってていいのができたなと思っちゃうぐらい、はい、本当大事ですよ、ここは、ね、自分が欲しいやつが、ね、作れないとね。そうですね、はい、うん、これ引き出すとどれぐらいの幅のベッドになるんですか。190超えます、あ長さは。すごい、はい、でこれプロトなんタイプなんで、はい、天井、地上高が2m45 ぐらいなんですが、はい、本ちゃんはあと5センチ高くなるんで、あそしたらバンクベッドのね、はい、高さもあと5センチ上がるとだいぶゆとり持ってこれるのね。そうですね、はい、今ちょっと狭い感じしますでしょ、ね、あと立った時に私の身長165でついちゃうので、うん、はい、5センチ上がったらもしかしたらつかなくなるかもしれないですね。そうですね、 そうですね、それも快適ですね、はい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 、一応ねあんまり高くしたくないんですけどね、うん、どうしても重心が上上がっちゃうんで ね、 そうですね、はい、なんですね、はい、だまだまだね、プロトタイプだったんですね。そうなんです、まだ改造の余地があって日々進化してます。これどこからこう思いついたんですか。350万から。あ、そっから来てるんですね、はい、で外装なんかも普通にしたら面白くないじゃないですか、うん、うちがやってるようにアルミにしちゃうとかね、つるっとしたって面白くないから、うんうん、なんかいい材料ないかなと思ったら、はい、よく軽キャンパーで、はいはい、軽キャンパーのトラキャンですか、トラキャンありますね、それよく個人で作ったりとかしてるのあるでしょ。してます、します。あれの表面がねガルバリウムっていう材料を使ってるのがそもそもあるんですよ、はい、だからあうちもこれだと思ってね、はいはい、で海外に作らせても、うん、海外にこの材料あるんですね。あ、そうなんですね、うん、だから色塗ってるわけじゃなくて、うん、最初からこの色で使ってられるんですよ。じゃあこっちで塗装しなくてもいいんです、いいんです、これが来ちゃうんですね。そうなんです、よかったですね。そうなんです、へ、だからね、いろいろ、まあ、塗装するとコストもかかるじゃないですか。そうです、そうです、そういうことまで考えてね。350はすごい努力ですね、ありがとうございます。あーすごい、はい、じゃあ本ちゃんできたらぜひまた呼んでください。はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。みるみるランド、はい、こちらステージ21さんのリゾートデュオバンビーノファミリア LA というものになりますけども、このインパクトのある外観、ステージ21さんらしいですね。そしてこちらなんですけども、驚きの350万円で買えるタウンウェイスベースのキャブコンになります。で納期が6ヶ月とすごい短いです。キャンピングカー購入を考えている方の入門キャブコン、コンパクト設計なので女性でも楽々駐車できますよということで、8ナンバーの6人乗車、就寝定員が4名で4駆の設定もありますよということです。で車検が初回が2年、それ以降は2年ごとで、大きさが 4295×1735×2450 ですね。でこちらプロトタイプなので、外装内装は、また変更になるということです。使い勝手の良い広々とした室内ということで、後ろなんですけどここですね、横向きで4名座れるスペースがあって、でこの背もたれの部分をここの真ん中にセットすることによって簡単にベッド展開します。はい、こんな感じでですね、フラットなベッドになります。でこのベッドの長さなんですけど、196cm×110cm、 厚さが 6.5cm と。であと上の部分ですね、このバンクベッド、このバンクベッドの部分が 196cm×160cm で、厚さが 5cm で、入り口の右側に下駄箱がセットされてますと。でこのバンクベッドは、スライドして引き出すことで使うことができますよと。運転席とシェルはつながっていて、ここですね、ウォークスルーもできます。なので、走行中に家族と会話したりすることもできますよということですね。はい、ここ行き来できるっていうのがいいですね。で、フラットロングのギャレーは料理好きにはたまりませんということで、ここがね、スペースが広いので、調理台として使えます。で、大型のシンクなので、洗い物も楽にできますよと。シンクの下には給排水タンク。ギャレーの下にはたくさん収納ができる棚になってます。であと、引き出し式のカウンターテーブルですね、はい、ここを引っ張るとこのようにテーブルが出てきます。 LED 照明はメインとサブの2基、300W インバーター付きのポータブルバッテリーが標準装備、電装設備を充実させるならオプションの大型バッテリーにグレードアップすることもできますよと。外部電源の接続端子がセットされています。あとオプションですね、24インチのハイビジョンテレビ、
で、あと電子レンジもオプションです。で、こちらもオプションですね。 345W のソーラーパネルも付けることができる。プッシュアウト式の二重窓は網戸とスクリーンカーテンが付いてます。バンク部分にも小型の窓がセットされてます。で、サイドオーニングは、はい、こちらはオプションですよと。で、その他のオプションとして足回り強化キットですね。スタビライザーをつけて、乗り心地ですね、走行性を安定させることもできますよと。で、ベース車両がトヨタのタウンウェイストラックで、グレードがデラックスとデラックス X エディション、それぞれ2駆と4駆で、はい、お値段が変わってきます。ということで、ステージ21さんのリゾートデュオバンビーノファミリア LA 気になるぞという方は、ステージ21さんのページでじっくりとご覧ください。